ダフターボツイン2ーターボツインは、オランダの商用車メーカーダフ、トラックスが開発したカミオンクラスのラリーカーである。活動期間は1986年から1988年の3年間。ダフマイティマックターボツインが生まれる以前まで、ダフ社は遅いというイメージがついてた。ダフは、ロンドンシドニーマラソンをはじめとする。 モータースポーツに参加することでこのイメージを払拭しようとしていた。パリダカルラリーへの参戦が本格化したのは1980年代に入ってからで、1981年のマイティマックを皮切りに翌年には、後のタワボツイーンの生みの親に当たるヤンデルーイが NTT2800 のステアリングを握り、トラック部門で3位と検討。1985年には同じく、 ヤンデ・ルーイが F3300 で2位という成績を収めた。ターボツインは1986年に登場。翌年にはアップデートされたターボツイン2で優勝をしている。優勝クルーはヤンデ・ルーイ、イボ・ジューネンス、テオ・ファンデ・リアと組。なお、息子のジェラルド・デ・ルーイもパリ高で2度の優勝経験を持つラリードライバーである。また、ヤンの追イに2007年大会に優勝した。 ラリードライバーのハンス・ステーシーがいる。1986年参戦車はターボツイン。1987年参戦車はターボツイン2。1988年参戦車からはベース車が95シリーズへフルモデルチェンジしたためキャブやリアカウルの形状が一新され、ターボツイン X1、ターボツイン X2 と名称を変更している。最大の特徴は、 ターボエンジンを2機積んでいることで、これにより最高出力990馬力を獲得している。特に X1、X2 は、その高出力ゆえ、最高速度は時速 220km であり、10トン強の車重でありながら0時速 100km を7.8秒で到達できるポテンシャルを秘めていて、そのポテンシャルは4輪のワークスマシンを追い抜くほどの性能を誇る。 ターボツインのシャーシやホイールは当初スチール製を採用していたが、ターボツイン2以降アルミ製のリム、スペースフレーム、アルミホイールを採用。これにより、大幅な軽量化、高速化を実現している。燃料体育容量は、ターボツイン X1 で940リットル。ターボツイン2とターボツイン X1 の2台は、オランダ・イント方ンにあるダフミュージアムで、胴体保存されている。 ありがとうございます。